2月9日日曜日、大阪の梅田でマナビズムの矢沢と今井が直接無料受験相談を行います。受験勉強のことで悩んでいるそこの君は、今すぐ概要欄の URL からお申し込みお願いします。踏んでいくだけかなとか、そんな簡単によう言うわすいません。入試情報から勉強法まで、受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの佐藤です。マナビズムの矢沢です。こんにちは。こんにちは。はい、本日の質問です、はい、受験中の試験後から夜までの過ごし方や中日の過ごし方を教えてほしいですっていうふうな質問です。まあまあまあ、その詰まってたりね、一日だけ空いてどうしたらいいか分からへんってそわそわする子結構いてるかなとか思ったりするんですけど、試験終わってからその夜までの過ごし方なんですけど、これね、よくあるんですけどね、同じ試験会場に友達がおるときに一緒に友達とワイワイ喋りながら帰るみたいな、はい、これ名前やった、俺 A やった、私 B やでみたいな感じで、その答え合わせするみたいな、これめちゃくちゃ不毛っすわ。めちゃくちゃ不毛です。皆さん やってました。すいません。いや、ほんまに。いや、結構ね、それあんまりね、その実力つかないっていうか、そこで安心を得たいからそういう風にやるだけなんですよね。で、思い返してもらったら、今までその例えば電車通学をしてた人、家から学校であったりとか塾まで電車で通学してた人って、電車の中で何してたかって言ったら、おそらく今まで単語帳であったりとか、その自分の参考書、書物を開いとったはずなんですよ。で、書物。本ですね。参考書をね、開いとったと思うんですよ。でそれが、受験終わった時にいつもとは違う仲いい友達と、しかも同じような難しい問題を解いたっていう、なんか仲間意識が生まれて、どうなんどうなんみたいなガチャガチャするんですけど、そこも今までは大切な勉強時間やったはずなんですよね。なんで大学受験に行った、でその帰り道やったからといって、じゃあそこで休憩時間なんかって言って、そういうわけじゃないです。特にその次の日にまた入試が控えたりとか、近いうちにまた本命の学部の入試が控えたりとかもするわけじゃないですか。ってなったら、その1分1秒でも無駄にしたらあかん。ってなったら、電車の中で今までやっとった勉強時間をそこの友達との会話で奪われるのは、その一時は安心するし楽しいかもしれへんねんけど、次の日どうするのってなるので、電車の中であったとしても、友達がおったとしても、単語帳をするであったりとか、一人で帰るであったりとかは絶対にした方がいいです。うん、っていうのが、言ったらその試験が終わった後の過ごし方ですね。でその後は、塾に通ってる人は必ず塾にいてください。必ず塾に行く。家に帰るんじゃなくて塾に行く。ほんまそう。試験始まったら急に来おへんようになったりするからね。そうなんですよ、うん、必ず塾に行く、うんうん、詳細にはね、その自分が解いた問題の正解不正解っていうのは多分分からないと思うんですよね。分かることはないと思うんですけど、自分の中の課題感は絶対見つかるんですよ、うん、絶対に。あ、これが出てきた、うわ、これちょっと見てなかった、盲点やったっていうのは絶対出てくるんで、それは必ず解決しなあかん。じゃあ解決できる手段が一番多いのってどこなんて考えたら、家、図書館、塾ってなっても塾やん、絶対塾じゃないですか。例えば英語とかやったら、英語のこれがもう全然できひんかったってなったら、参考書とかも塾にいっぱい揃ってるわけで、自分が持ってない参考書であったりとか、その単語帳とかも他にいっぱい揃ってるわけじゃないですか。で先生もいてるわけやから、解決できる手段がいっぱいあるんですよ、うん、で、メンタル的にちょっとしんどいなってなった時も、話聞いてくれる先生であったりとか、身の回りの人とかいてるわけやから、塾に来るのが絶対に一番いいんですよ。でもなんかしないけど、塾にあんまり来なくなっちゃうんですよね。だから絶対ここは、塾に通ってる人は絶対に塾に行く。でいつも通り自習をしてください。うん、で、その中でも過去問、過去問じゃないですね、入試本番で出会った問題であったりとか、自分の課題発見ができたはずですから、これはもういつ今まで通りの過去問演習と全く一緒やん。その過去問演習が入試本番の問題にすり替わっただけやから、課題解決をして次の日に備える、うん、っていうだけかなと思います。そのルーティンを組んでいくだけなんかなとか思ったりするんですけど、矢沢さんどうでしょう。組んでいくだけかなとか、そんな簡単によう言うわすいません、まあ、そんなできたら苦労せんで、うん、申し訳ないです、すいません。高校生ができひんでから苦労してね、みんないやでもまあ、それはでもやってほしいなと思いますけどね。受験トークへの質問はチャンネル登録をしてコメント欄からお願いします。あのね、これ2月3日公開なんですけど、はい、もうすごく鮮明に残ってるんですね。2月3日は僕は運命の日なんで。あー、はい、はい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 。僕6日間受けたんですよ、はい、関西大学、はい、まあ、受けれるだけですね、受けれるだけ受けて、うんうん、最初の2日はもう全然余裕でできたみたいな感じだったんですよね、うんうんうん、で3日目、国語の現代文、まあ国語現代文も一緒ですけど、国語の時にラスト1分なった時に、はい、現代文の見直しをしてて、記述でミスが見つかったんですよ、はい、こっちやみたいな、はいはい、で時間見たら1分、これ消してここ
入れる、まあ、30文字入れるので、まあ、1文字2秒、はい、消して、まあ、60秒やから1文字2秒、まあ、もう消したら時間とか合わせたら、はい、40秒ぐらいになるんちゃうか。そのシチュエーション経験したことないやん、はい、ないですね、だからいけるんかなと思って、いやでもこれ間違ってるし書きそのまま書いてても意味ないわと思ってブワーって消して、でこうペンを持った瞬間にギューンってここ固まったんですよ。はい、もうだから緊張しすぎて、はい、力入らんくて、力入らんくて力入りすぎて、うん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 、でも手グワー震えてきて、はい、もう必死で書いたんやけど途中で鳴ってもって、あ、うんうん、チャイムが、はい、でもまだちょっとこう回収に時間かかるから、はい、頑張って書いてたんですよ、もう、はい、こんなのなりながら、はい、で、おばちゃん来て、うんうん、あ、もうやめてくださいやめてくださいって言って紙引っ張らない、あ、ちょっと最後丸だけって言って丸、あーって書いたんですけど、この箱の中にめちゃめちゃでかい丸書いてたんですよ右上に書けなかった、それぐらい手震えたんですよ、はい、うんうんうん、っていうのが2月3日なんですよ、はい、で、うわーみたいな、なんか変わってないやん、その事実は別に変わってないけど、なんかこれまで全部あかん、もうそれがあったことによって全部なんか今まで1日目2日目もあかんかった気がして、うんうん、で終わった友達もやってもうてさみたいな、こんなんで、はい、ここ抜き出したんやけどみたいな話したら、え、それ最初書いてる方が合ってるやんみたいな、俺そっち書いたでみたいな言われて、はいはいはい、もっと落ちるみたいな、うん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 、なって家帰って、ちょっと俺この生活大丈夫かなって、あの2月1日からね、あの第一志望の試験期間が始まっていろいろ考えてた時に、1月31日までマジで神様に見られても恥ずかしくない受験生活を送ってたのにもかかわらず、2月1日から試験始まったからリラックスせなあかんみたいな言い訳を自分で押し出して、普通にテレビ見たりとか普通にもう適当にやってたわけですよ、はい、ああかん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 2月3日あかんかんってなってもう一回改めて、はい、でそれこそ本当に2月1日から塾行かなくなったんですよ。ああ、なるほど、試験本番からね、はいはい、で、はい、いやこれはその神様がなんか見てるんやわと思って、うん、なんかもう宗教にかかったかのようになって、はい、でもそこからもうその日からもうすぐ塾行って勉強して、うん、いつも通りの生活をこう巻き返したというか、うん、やったんですね。で、6日間受けたうちの、まあ、3日目がそうだった、はい、で、最初の3日間落ちてて、あとの3日間受かってたんですよ。おー、そのもうマジの話で、はい、マジの話でもだって手応えあったよね、1日目でも2日目も、はい、事実は変わってないはずなのにその3日目にそういうことが起こって姿勢を正したらそれ以降、まあ、結果が出てたっていうので、はい、もう怖ーと思いながら、はい、そういう生活をしたんですけど、はい、まあ、この話からね何が言いたいかというと、うんうん、佐藤先生が言ったみたいに試験が始まろうが中身であろうが今までやってきた勉強のルーティーンと同じことをやって、試験本番が始まったからといって、うん、俺みたいに調子乗ったら俺はたまたま真ん中のその3日目のところで痛い目あって、はい、ちょっと正すことができたけど、そのままでーって言って結果上採点してみたらもう絶対あかんかったみたいなんてもうザラにあるから、はい、だからもう絶対にもうそれはあのいつも通りを、うん、試験本番はいつも通りにはならなくても全然いいから、はい、それ以外の時間はできるだけいつも通りに近づけながらやってほしいなと思います、うん、ごめんなさい、あともう一個、はい、絶対に終わるまでもう全部の試験が終わるまで自己採点絶対しないでください。あ、そう、絶対そうもうこれね、もう毎年言うてんねんけど、はい、マジで自己採点しないで。2月3日とかでしょ、うん、これ2月3日、2月4日とかなったら2日前3日前ぐらいの有名次第とかの答えがね、はい、ネットで上がってきたりするんですよ。そうですね、で掲示板とかでも書いてたりするんですよ。ありますあります、これちゃうかみたいな、その学生たちがこう言い合ってる掲示板あるんですけど、全く点数伸びないから、それで、うん、全く点数伸びないから、もうほんまにあとの残り時間をもうできるだけ点数も1点でも2点でも上げるのに時間を使うために、うん、はい、絶対に試験終わるまで自己採点しない、約束して。2日前、3日前のテスト自己採点して、もうその時のことなんて覚えてないし、それによってなんか復習とか勉強の仕方変わったりしないから、はい、絶対にやめて以上、
それだけ守ってください。もうやった自己採点したやつ絶対落ちるから。もう言っとくわこれ。はい。もうほんまに絶対先手。もうそれやって俺が言うぐらい、そうやって脅すぐらいやったらあかんねんこれ。はい。ほんまにもう言ったで。もう俺は言った。もう言ったからな。はい、頼むで。いやほんまにお願いします。はい。それではこの動画はここまでしたと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので概要欄からぜひ登録してください。